第三次は、明治時代初期の不判権三地制の時期に置かれた、地方官の長官に次ぐ官職。現在の副知事、爆藩体制における過労に相当する。明治元年10月に新政府は、それまで藩によってまちまちだった、支配組織を、藩主、失政、賛政、抗議人などの職政に統一するための藩、治む職政を二つした。明治2年。 藩赤奉還後の完成改正で、藩主は知事となり、その下に過労級に代わる役職としてただし、県の大藩次、小藩次が置かれ、それぞれが政府の行政官となった。諸藩の聖、県大藩次は、抗議人を兼任することとされ、抗議書が廃止された後は、いずれか一名が衆議院の議員となった。明治4年、廃藩地県に伴う、 府県管制の制定によって、府県には、三事が置かれることとなり、第三事の官職は廃止された。明治二年十一月十一日改革においては、第三事は一等、県大三事は二等で、三等に、学務省三事、軍事省三事、財用省三事、軍務省三事、経団省三事、四等に、学務県省三事、軍事県省三事、財用県省三事、 群務県小三寺、経団県小三寺と分けられたが、明治3年11月15日改革で、大三寺は一等、県大三寺は二等、小三寺は三等と整理された。藩おさむ職制は、日職制ことバンク AB 明治初期の大村藩の、藩政改革、長野明熊本学園大学経済論集巻22号3から42016年3月31日。 ありがとうございます。